政治資金規正法の改正をめぐる参議院の審議で、自民党が野党に対し、来週17日と18日に、特別委員会で質疑を行うことを提案しました。自民党と立憲民主党の参議院国対委員長の会談で、自民党側は、17日と18日に特別委員会で質疑を行い、このうち18日の質疑に、岸田総理大臣が出席することを提案しました。 自民党は18日中の委員会での採決を目指しています18日の総理理ということになると採決が前提になるのでまあ今週は決められないと抜け穴だらけであることがもう明確になっていますし今の段階で両党するわけにはいかないと両党は引き続き協議することになりました 23日の今国会の会期末が迫る中、来週、法改正の議論は大詰めを迎えます。